ッチか。まずはディフェンスから前田、そしてアシュリー、向こうに木田がいます。バンバースキラ、大塚スリーから来る。今日のゲームは大塚のスリーポイントからスタートしました。手こんでパスにした。あ、読んでいました。アシュリーのディフェンス、大塚スリーと決まりました。スリーポイントです。手こんでパスにした。あ、読んでいました。アシュリーのフェンスリバウンド、手につきませんでした。速攻1番アウトナンバーハードンです。カットはできませんが、まだ千葉ボール。アシュリーファールはなしでした。フシュートタップできずファールをもらいました。そのためにも前半で追いつきたい。入ろうかな。ここもバスケットカウント、連続得点です。お返しのバスケットカウント。そして今日のゲーム2、共に先発出場です。その前田がそのままパワーを見せつけました。ユージン・フェルプス、速いパス、ファールがありました。バスケットカウントです。このバスケットカウント、パスが効きました。ブロックに合いました。逆に千葉の速攻に行きます。アリウープ、ボースタンドで決めてきました。リバウンドはアレックス・デイビス。キラリムアタック、デイビス、キラ、アシュリー、ファールをもらってバスケットカウント、エンドワンです。世界の名将です、デマレスヘッドコーチ。相手の小口に下げています。4クォーターで勝負をかけてくるようです。ここからブロック、愛媛のボールです。上から叩かれてしまいました。残り 31.5 秒、大崎、前田、パス、ボスハンド、最後アレックス・デイビス。前田からバンパス、キラ、リバース、リバースを決めます。